Nope.
campeón. それだけではない。我々の憎しみを利用して。
して赤き斧を結成させ、そのすべてが神羅宮の差し金だ。まさか信じたくないか。だが我々も君たちも、いや鋼の枝さえも、そうだな、ロシェ。マルティリオンのことは本当に事故だったと聞いております。ここから逃げ出したテラスファルマがたまたまマルティリオンを襲い、町中に増殖してしまった。全てを確実に処分するには町が、しかしその結果生まれた怨恨を利用し赤き斧の決起まで誘導したのは事実です。なんてことどうしてだ、どうしてそんなことをした。今のあなた方には分からないかもしれませんが、閉ざされたこの小さな世界で秩序を維持するには敵だと。そう、人々はテラスファルマという恐るべき災厄に直面してさえ、だからもっと強く、もっと恐ろしく、人々が心を一つにして立ち向かわなければならないような敵が必要だったのです。それが赤き炎。なんてこった、こいつはまともじゃねえ。Thank you.
対しましょう。なあ、ロシェルは、ロシェルはどこだ。あの女、ゲルさん、もうとっくに逃げやがったんじゃねえか。我々も急ぎましょう。ゼミド、来い。ここで死ぬつもりか。アーロンは生き延びて真の敵を倒せと言ったんだぞ。いけない。あなたは愚か者です。お行きなさい。もうあまり時間がありません。ロシェル団長、急いでください。でもここに残ってどうするのです。あなたは我々にとって必要な人だ。メニウス、分かったよ。では、早く。クイネリアさん、どうしてここに。リオルタ平原でスケレルホードの一団が何者かと戦っているという報告があって、駆けつけてみれば、何者かというのは事務室の連中で、しかもスケールホードたちは貴殿らを先行させるために戦っていたのだという。それで追ってきたのだが、我々まで事務室どもに攻撃された。一体何が起こっているのだ。そうか、クイネリアさんは知らなかったんですね。知らなかったとは何を。何事だ。団長、ここにいては危険です。クイネリアさん、話は後で。今すぐここを離れましょう。何。いや、ここはそうするべきか。
今のは何だ。あそこでな、それが、まさかそんなことが。貴様ら本当に知らなかったのか。本当だ、そんな話は全く聞かされていない。私とて未だ信じがたい思いでいる。無理もありません。いや、疑っているわけではない。地主どもは我々がここに近づくのを阻もうとした。それに岩の根と赤き斧が接触しているという情報は我々の方でも掴んでいた。岩の根に赤き斧が入り込んでいるのかと疑っていたのは、そのせいでどんなにたくさんの人が巻き込まれて僕たちが騙されてたことなんてどうだっていい。それでみんなが幸せになれるのか。でもこんなのは違う。人に殺し合いをさせるための嘘なんて僕は許せない。母さんもそう思ったから、3年前マルテリオに行ったんだ。私も同感だ。これではアイオニアのためと信じて戦い、俺たちとて同じ。あんな化け物を使うのがどれほど道に外れたことであるかなと。それでもアイオニアを切り倒すためならば、おぞましい禁忌をもあえて破ろうと今そう皆で誓い合い、右手に赤をまとったのだ。なのにその全てが神羅宮の企てだったなどと。己父は自ら道を外れたんだと思います。でも外れた先に別の道を、地獄より悪いところに通じる道を引いた者がいる。自分で歩けばいいのに父に歩かせた者がいる。そんな者たちが知らん顔をしているのは私も許せません。俺はまあ面倒くせえことはよくわからねえし考えたくもねえがよ、あの胸クソ悪い化け物を使ってた黒幕はアイオニアのお偉い奴らだって話だろ。だったらアイオニアは俺らの敵だぜ。いや、スケールホードも人間もフェザートライブも関係ねえ。そうだ、アイオニアの全部じゃないけど、少なくともこれを仕組んだ奴らは、僕たちが戦うべきならばもう赤き斧じゃない。はい、よし、よくわかった。そういうことならこの俺もてめえらに力貸そうじゃねえか。ジャグワンさん。俺もだ。赤き斧はもはやない。神羅宮と戦い続けるためならアーロ。わかった、二人とも。私はこれから手を尽くし事の真相、神羅宮の誰がどこまで噛んでいるのか、それが分からねば戦いようがあるまい。そうですね。待ってください。その件は確かに重要です。ただ今すぐ動くのは危ない。しばらくは我々全員時代樹のある場所で待機するべきです。時代樹、砦まで戻っていては間に合わないかもしれません。巨獣の骨にあるスケールホードの宿営地がいいでしょう。クイネリア諸君、あなたにも同行していただきたい。何？どういうことだ？詳細はついてから説明します。
これはこれは妙なところで妙な顔ぶれに出会うものよな。ルガトルガム閣下。そこの男は赤き斧の一味のようだが。いえ、彼は我々の協力者です。ルガト閣下こそ何故こちらへ。何、赤き、これは古き時代の貴重な建築物ゆえ、いずれ研究せねばと考えてはおったものの、な、不定の輩に荒らされてはおらぬかと心配になり、こうして様子を見に参じた次第よ。どうやら、しかしこのような何もないところに、消せぬ話よの。はて、どれ。いえ、ルガドさんにも見当がつかないなら、僕たちに分かるわけないなと思って。ああ、ではわしは失礼するとしよう。これでも忙しい身ゆえにな。ネオス、行くぞ。では諸君、ごきげんよう。落ち着けたい。アクリテスに戻らないか。はい。団長様、あなたは宿屋のヌミストロではないか。それが生徒から第一弾、例の一弾は赤き斧の分派と判明。なんだと。第二師団の方々はクイネリア様のおる。第一師団の連中、これは聖光陛下もご承知のことだ。聖光陛下も。私これでも長年客商売をやらせて、団長様やお仲間の皆様はこれは濡れ衣に違いないと思い。ヌミストロさん、よくぞ知らせてくれ。それではやはりお前が信じた通りだ。おお、そう、先手を打たれましたね。ルガトの方も我々が記憶を保っていると気づい。だがルガトには第一師団を動かす権。神羅宮は丸ごと鋼の枝の総帥ダムディ、それに聖光レネフェリアスもな。まずいな、僕たちが赤き斧の仲間ってことにされたなら。
砦にも攻めてくるかもしれない。行け。第一師団は私の方であしらっておく。こちらのことは気にするな。それにキデーナはいなければ知らぬ存ぜぬで押し通すことも。しかしキデーナが見つかれば。わかりました。お気をつけて。キデーナもな。ルミストロ、お前もこのままどこかへ逃げた方がいい。はっ。お前が彼らに心酔していたことは多くの者が知った。そして今店を開けていることが知られれば、私の力の及ぶ限り守ってやるつもり。すみません、ルミストロさん。いえ、私自分の信念に従って。ルミストロさん、それじゃあ。はっ。かえって危ないかもしれませんけど。団長様さえよろしければ、アクリテスをお守りくださった第四人、むしろ。そんな大げさ。でもあり。はい、喜んで。キデーナが連れて行ってくれる。では、武運を祈る。